はい、2023年、5月13日でございます。時間がね、ちょうどお昼ちょっと前ぐらいですかね。はい。半日休暇もらってきました。はい。で、今日何やりたいかというと、松本山雅と、長野パルセイロ、それぞれの、行列の人数、それから、かかった時間、先頭から最後尾までかかった時間というのを計測したいと思っております。で、観客予想数はですね、1万2000人から1万2500人ぐらいかなというふうに見ております。はい、どうなるか分かりません。はい、で、予想スコアは、1-1 だと思います。長野側は、音泉がいるんじゃないかなと。で、松本側は、山本かもしくは小松選手、子供生まれたんで、小松選手にしとこうかなということで 1-1 っていう風な予想をしました。はい、それでは一旦お別れでございます。はい、ということで、今から、先頭から最後尾までちょっと計測したいと思います。どれぐらいの人数いるのかということで、で、開始します。はい、開始しましたね。見えるかな。はい、ということで、今から、最後尾まで並びたいと思います。で、どれぐらいの人数がいらっしゃるかということもカウントしていきたいと思います。
出ました。2409。はい、ということでちょっと続けたいと思います。まだ、動いてないので、あ、こんな感じですね。動きましたね。で、結果ここが最終地点で、人数が、最終の人数、3584。今1分経過して、ちょっと計測するとこをちょっと押し忘れちゃったんですけど、去年に比べて本当ライトな人多い、間違いない。そこはわかるかな、こんな感じ。11分経過したところだね。で、今日ちょっと天候は雨降ってるんですよ。15分ですね、今。15分経過しました。
はい、停止ということで、かかった時間が16分22秒です。はい。